ファイバー束とは、位相空間に定義される構造の一つで、局所的に2種類の位相空間の直積として表現、できる構造のことである。単位円 S1 と、線分 I イ,イコール、0、1の直積 S1I は、円柱の側面になる。円柱の側面と似たような図形に、メビウスの輪がある。局所的には、S1 の一部と、線分 I イ,イコール、0、1の直積に見えるが、 全体的には円柱と異なる図形になっている。このような局所的に直積として書けるという性質を持った図形を扱うのがファイバー束の概念である。この場合の S1 を低空間と言い,い、線分 I をファイバーという。ファイバーを低空間に沿って束ねたとき、上の例の円柱のように全体としても直積になっていれば、その全体を地名束という。地名束は、 基本的なファイバー束ではあるが、むしろ、メビウスの輪のように自明でないファイバー束の構造が、どのようになっているのかといったことが重要である。ファイバーはただ束ねられるだけではなく、構造群と呼ばれる、位相変換群に従って張り合わされる。低空間の回避服、UAA があり、その二つの元の共通部分は UB が空でない、突起、その共通部分に立っているファイバーは、 どのように張り合わされるべきかということ、すなわち直積は F と UB 階の重なり方を記述するのが構造群である。ファイバー束の概念はホイットニーに始まる。ホイットニーは多様体上のベクトル上から接ベクトル空間をファイバーに持つ接ベクトル束を構成し、その一般化としてファイバー束に到達した。その後、人称身による研究は ファイバー束と接続を関連させ、微分幾何学を帯域的理論へと導いていくことになり、ゲージ理論などの基礎もなしている。また、微分幾何学にとどまらず、様々な幾何学の基本的な道具となり、その適用範囲は広い。さらにファイバー束は、セールやヒューレッツらによって、ファイバー空間として一般化され、大数的位相幾何学を支える概念の一つにも、なった。 1.p 1. 上のファイバー FP 位相空間 E、B と連続な A への写像があるとき E を全空間、B を低空間、π を遮影、これらの組を束という。xb に対し fx イコール π-1 を、o、x 上のファイバーという。以下で扱う座標束やファイバー束の場合、任意の xb に対し fx は x によらず位相空間 F と同称になる。 すなわち、X、Y、B に対して、F、X とファイは同章である。しかし、一般の束では、そのような関係はない。例えば、楕円曲面などでは、ほとんどのファイバーとは異なる得意ファイバーと呼ばれる、ファイバーがある。友情に制限した、座標束。この画像ではまばらだが、本当は、どの点の上にもファイバーがあり、隙間なく並んでいる。ここでは、座標束、E、 パイ、B、カ G、ウア、ファイ、A、A、A を定義する。添え字集合などを省略してなどとも書く。タバト、位相空間界、F の効果的な位相変換群 G、低空間 B の回避服、ウア、A、A が与えられているとする。ウアを座標金棒という。各座標金棒ウアには、同称者像が存在し、任意の X、ウアよび F 回に対してを満たす。 F 上の青い点は、ファイ A, X によって、左下の上界内のファイバー FX 上に移る。これを、右下の UB 界内のファイバー FX と同一視したとき、青い点が、橙々色の点になるとする。ファイマイナス1ビット、X で、橙々色の点を F に戻したとき、青色の点に移るとは限らない。この変換を F 上だけで見たときに青い点から、 大々色の点に移す変換が GBA である。A を固定した F 上のという写像は X は UB に対してを導く。ここで GBAG でありは連続写像であるとし、G は位相変換群としてできるだけ要素の少ない小さいものを取るとする。このような性質を持つという組を座標束と言い,い、F をファイバー、G を構造群、E を全空間。 π イを遮影、B を低空間、π イ A を座標関数、GBA を座標変換という。座標金棒や座標関数の取り方の違う二つの座標束及びがあるとき、X は VB に対してが、幅 G となりが連続遮像であるとき、この二つの座標束は同値であるといい、この同値関係による同値類をファイバー束あるいは G 束といい、草イコールと書く。 f や g なども省略して、π, e, b によって、ファイバー束を表すこともある。この図が果敢であるとき、同章写像の組を束写像というファイバーと、構造群の等しい二つのファイバー束に対し、連続写像があり、を満たすとする。x, b, 1に対しと書くことにすると、e 対 e は、x 上のファイバー f, x を y 上のファイバー φ に移す。すなわち、このという写像は、 ファイバーという構造を保存する写像である。さらに、E イイ、e、が同小写像であるときを束写像という。で、E た B が高等写像となる束写像が存在するとき、この二つのファイバー束は同値であるといい、臭い1、臭い2と書く。上上の局所断面ファイバー束、臭いイ,イコールに対して、連続写像が任意の XB に対しを満たすとき、S を臭いの切断があるいは、 断面という。切断は必ずしも存在しない。具体的な計算として座標束を考えるときなどには座標金棒上状での切断が必要になる場合がある。同様にが任意の X 上に対子を満たすとき、差を上状の局所切断あるいは局所断面という。これに対子上記の S を対域切断などという。全空間を E イコール BF 都市 π。パイ eb を第一成分への遮影とする。すなわち x b、xb, f 解に対して、π イコール、x とする。この時 e は f の b 上のファイバー束である。ここで e は、局所的にだけでなく、帯域的に低空間とファイバーの直積となっている。そのようなファイバー束を、自明束という。s1,0,1 や s1,r1 のような円柱や、 自然数メートル N0 に対して RMN イコール RMRN などのように直積で表される図形は地名束としての構造を持つ。勝ち地味な CW 副体上の任意のファイバー束は地名である。メビウスの帯は円周上の非地名なファイバー束である。おそらく最も単純な非地名な束 E の例はメビウスの帯であろう。メビウスの帯は低空間 B として 帯の中心に沿って一周する円を持ち、ファイバー F として線分を持つ。そのため、メビウスの帯は線分の円状の束である。点 XB の金棒 U は個である。図では、これは正方形の一辺である。現像 π-1 は図では4つ並んだ正方形である。同章写像 φ は U の現像を円柱の断片へと移す。 それは曲がってはいるが、ねじれてはいない。対応する地タ束 BF は円柱ということになるが、メビウスの帯は全体としてねじれている。このよじれは、帯域的にしか観察できないことに注意しよう。局所的には、メビウスの帯と円柱は同一である。構造群 G は、ファイバーを反転させる変換 A を用いて、G イコール 1A となる。これは、 Z2 と同型である。メビウスの帯と似た、ひじめな束は、クラインの瓶である。これは、ねじれた円の別の円状の束と見ることができる。対応する、ねじれていない束は二次元トーラス S1S1 である。被覆空間は、束射 A が局所同称であるようなファイバー束である。ファイバーは、離散空間であることが従う。ベクトル束と呼ばれる、 ファイバー束の特別なクラスがあり、これはファイバーがベクトル空間であるようなファイバー束である。ベクトル束の重要な例には、滑らかな多様体の節束や余節束がある。任意のベクトル束から主束である規定の枠束を構成することができる。主束と呼ばれるファイバー束の別の特別なクラスがあり、これはその上に、 軍 G による自由かつ推移的な作用が与えられていて、核ファイバーが主等質空間であるような束である。束はしばしば主 G 束と呼ぶことによって、軍と共に特定される。軍 G はまた束の構造群でもある。G のベクトル空間 V 上の表現ローが与えられると、構造群として、ローアウトなるベクトル束を構成でき、これを同伴束と呼ぶ。ありがとうございます。